こんにちは、エンジンかずみです。この VR チャットというゲームはいろんな独特な文化があるんですが、割と入ってみないとわかんないことっていうのも多いんですよね。ということで今回は VR チャットを始める前に知っておきたかったことっていうのを聞いていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。VR チャット始めてみて、はい、これその VR チャット始める前に知りたかったなってことがあったら教えてください。そうですね、こんなにお友達を作るのが難しいと思わなかったんですけど。なるほど。まあ受け身はそれは良くないんですけど、自分からこう話しかけに行かないと会話が生まれないのは、考えたらわかるとは思うんですけど、なんかそこまで想像できてないままこうパッと入ってしまったので、結構自分から積極的に行かないと話しかけられないのかなみたいな、そう、ちょっとお友達が作るのが難しいなって思ってますね。あ、わかりました。さ、うん的になんかそうっす、ね、はい、なんか暗黙の了解みたいな、なんか、お、公式には言われてないけど、ルールみたいな、 VRC 特有の勝手に人にあまり触っちゃダメみたいなルールが最初あんまりちょっとよく分かってなくて、そういうのはちょっと最初知りたかったな。やっちゃいました。知らない人にベタベタ触ったりとかしました。やっちゃってそこはちょっとそうですね、最初知りたかったなとは思います。あ、なるほど。まあ確かにあんまりね、知らない人の髪とか耳とか引っ張ったりとかはね、まあ現実だったら当たり前なんですけど、まあちょっとね、可愛いアバターとか、割とあれだね、こうやってキャーってやってる写真ばっかり、あーとかで見るから、それがダメかっていうのは確かに分かんないかもしれない。なんかそういう風にするのが当たり前かなみたいに思って入ってくる人は確かにいるかもしれないですね。確かに大事かも。ギューってしてる写真とかね、あれフレンドさん同士がやってるので、そんな知らない人にいきなりこうね、ガバーみたいなは良くないよっていうのを最初知りたかったなみたいな。なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。なんか、これちょっと知っといた方がいいかなとか、ってことがあったら教えてください。探検とかあるようなアバターが結構パブリックであると思うんですけど、そういうアバターがあまり使わないようにした方がいいっていうのは知っといた方が、指摘されると嫌な気持ちになると思うんで、そういうのを知っておくといいんじゃないかなって思いますね。そうですね。あ、わかりました。ありがとうございます。なんか VR チャットをなんか始める前に、なんかこれちょっと知っといた方がいいかなとかあったら教えてください。めちゃめちゃ初歩的なこと言えば、ワールドの検索の仕方分かってない時もあるから、それはマジで覚えてた方がいいかも。なんか自分からするとワールドの検索普通に検索すればいいだけじゃねって思ってたんですけど、具体的にどういう点ですかね。初心者の方はワールドの検索の仕方分からなくて JPT にまず来れないってことが来ちゃうんですね。あ、そうなんですね。なるほど。そう、それが自分もあったから、初心者案内の動画見るじゃないですか。はいはいはい。全部大体ワールドの検索の仕方は全部かかってないんですよ。確かにそうかも。まず JPT 行きましょうみたいな。そう、それがあるから、まあ、ワールドの検索の仕方は絶対に最初覚えればいい。なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。ちなみにワールドの検索方法をサクッと説明すると、メニューを開いて、このワールドってところを押して、サーチワールドを押せば検索ができます。あとはお好みのワールドに行って探索しましょう。次のインタビューに行ってみましょう。 VR チャットこれから始めようかなって思ってる人が、これちょっと知っといた方がいいかなってことがあったら教えてください。安心していいよっていう話なんですけれども、同じ日本人コミュニティの中でも結構細分化されるんですね、そのコミュニティってのが。トピ横でめっちゃ騒ぐのが好きな人とか、イベントに行くのが好きな人、理系集会みたいな感じでなんか学術的なお話をするのが好きな人みたいな。なのでそういう初心者の方は、最初に話しかけた人があんまり話が合わなかったとしても、誰かに話しかけるってことを続けていけば、自分に合うコミュニティというか場所みたいなのもきっとあると思うんで、そこは全然安心してもらってもいいんじゃないかなって思ってます。じゃあちょっとやってみたから VTR 合わないんじゃないかって思うよりも、会う人がね絶対いるはずだから、いろんな人にね話しかけたりするといいんじゃないかなって感じですかね。まさしくその通りです。わかりました。ありがとうございます。なんか VTR に入るときに知っておいた方がいいこととかあったら教えてください。 VR って言ってバーチャルってイメージが強いと思うんですけど、なんか人間関係は本物だなって思う機会が多くて、そこに気をつけてほしいところですかね。気をつけてほしいところなんですかね。なんか自分の言葉で嬉しいと思ってもらうこともあれば、逆に気をつけてしまうこともあるかもしれないので、気をつけていきたいなって思いながら過ごしてます。VR だからっていうか、バーチャルだからといって何でもしていいわけじゃなくて、画面の向こうには人がいるからっていう感じですか。こんな感じです。ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。他に出た意見としてはこんな感じで、要求される PC スペックが高いとか、あとはアカウントを作るときは VR チャットのアカウントで作った方がいいとかありました。で、動画はここまでで、先日行ったアバターワールド人気調査なんですが、めちゃくちゃ接戦です。今500票入ってるんですが、1位と2位が数票しか離れてないんですよね。というか、なんなら部門によっては同率のやつがあるん
んですよ。なんで自分投票したのが変わんないからいっかって思ってる方いるかもしれませんが、めちゃくちゃ変わります。なのでね、もし投票してない人がいたらね、ぜひ投票してみてください。マジでその一票で結果変わります。ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。